国鉄ワム7万系貨車は、日本国有鉄道が1958年から製作した15トン席の貨車である。国鉄が従前より運用してきた、ワム9万型をはじめとする二軸有害車の使用を再検討し、輸送体系の近代化に対応した設計、広報を取り入れて開発された形式である。1958年から1960年に、 かけて5710両が製作された。フォークリフトなど200機械を容易に使用可能な構造で製作され、当初は急行車扱い列車をはじめとする専属運用に対応された。後年には他の貨車とともに一般の貨物列車に汎用的に使用されたが、1984年2月のヤード系総方式全廃で使用が停止され、 1987年の JR 以降までに全車が除籍されている。積載荷重15トンの二軸油会社で二役方式、組み立て工法を考慮した種子の改良がなされた車両である。1957年に製作されたパレット200対応試作車、ワム8万系の使用成績も一部に採用している。車体は外部構造をべて後半で構成する全構成で、 つまめんびに側扉はプレス加工鋼板を用いて強度を確保しつつ軽量化を図っている。屋根は中央部を山形形状に高くした角屋根で屋根上には7本のプレス加工工材製、垂木が車幅方向に設置される。側扉は中央で2分割された両開き扉で開口幅はワム9万系の1700ミ、mm、リメートルから2300。 ミリメートルに拡大された。これは、フォークリフトなどを用いる機械に役に対応した仕様である。床面、内張りは従来車と同様の木割りで、床面積は15.9平方メートル、内容積は38.1立方メートル、時長は約10トンである。組み立て工法は、妻、屋根、側構えなどを個別に溶接加工の後、加工済みの核部材を接合して、 車体を完成させるブロック組み立て方式が採用された。これは、工数の最適化を基とし、量産を容易にするための施策で、各部材はリベットで接合される。車体外部と色は黒色である。大枠は、初代ワム8万型で試みられた新仕様を採用せず、中上、側両上に設けた台、ちょうど大中、ちょうど大で車体を支持する従来の構造が、 採用された。開口部の床構造は200機械の室内乗り入れを想定し、補強部材を入り口部に追加して強化された。車軸を支持する軸、箱盛り、バネ釣り受けはともに、側張りに取り付けられる。軸距は 3900mm で、軸受けは平軸受け、軸バネの指示機構は2段リンク式である。ブレーキ装置は、 補助空気ダメ並びにブレーキシリンダと制御弁当を一体化した KC 型自動空気ブレーキを搭載する。これはワム9万型とおおむね同一の仕様のもので部品の互換性に配慮している。留置ブレーキは片側の側面に足踏み式のブレーキテコを設ける。最高速度は時速 75km である。製作年次による使用の際は1959年度。 本予算以降の製作車両において、屋根のたるき形状や側扉のストッパーを変更した点が顕著なものである。製作当初、パレットに悪可能な品目の輸送需要が多い区間に集中して充当され、各社には運用区間と軽装列車を指定する専用運用の表記がなされた。最高速度時速メートルで運用可能な走行性能を活用し、 1959年9月から急行車扱い列車に専用された車両も一部に存在した。急行車扱い専用車は東海道本線、北陸本線の各区間で専用運用が組まれ、車体側面注意 200mm 幅の機関式体2本を表示し、側扉部に同色の急行の表記を付して識別した。 本形式の増備が進み所要数に余裕が生じた。ことで全車を対象とする専用運用は、後年に解除され、急行車扱い列車の運用は1961年に、後続形式は無6万系の増備によって、大多数が置き換えられた。急行車扱い列車への重当自体は存続したが、以後は共通運用車として、他の有害者と共に、一般の貨物列車に使用されることとなった。 国鉄工場に常備され、配給者として部品配送に使用された車両も一部に存在した。当該車両は車体に白色の帯を表示し、常備工場名と配給者代用の表記が付された。国鉄末期、効率化の要請から貨物輸送体系の転換が期とされた。これは、全国各地の貨物取扱駅を一両単位で発着する貨車を奏車上を介して、 列車間を軽装させる、ヤード集結計輸送を廃止、取扱駅を限定、集約した上で、発着駅を直接連絡する、拠点間直行方式に改組するものであったが、実施にあっては大量の不要車両が発生することとなった。この施策が実施に移された1984年2月1日、国鉄ダイヤ改正において、本形式は、ワム6万系、ワラ1系、 トラゴマン五千型などの形式とともに使用停止の措置が取られた。本形式は他の余剰車両とともに機能を停止した操車場などの構内に留置の後、逐次廃車された。1987年の国鉄分割民営化までに全車が廃車され、JR 各社に承継された車両はない。ありがとうございます。